楽しい暮らしの空間を提案するイベント浜松住まいエキスポが今日から浜松市で始まりました。このイベントは SBS 静岡新聞が開き、住宅メーカーや住宅設備の企業など28社がブースを出しています。多くの企業が環境へ配慮した省エネの工夫や地震などに備え安全な家づくりの提案をしているほか、家族連れに喜んでもらおうと子ども向けのプレゼントを用意して来場者を迎えています。また会場にはファミリーで楽しめる催しや雑貨などの出展もあり、去年 SBS テレビで放送したドラマ東京 MER のコーナーでは劇中で使われた衣装や小道具の展示が人気を集めています。この浜松住まいエキスポは浜松市浜北区のサーラグリーンアリーナで明日まで開かれています。